はい、えー、お疲れ様です。えー、リスプーネタです。あの、ラックリしましてね、5月の、あの、業務完了しまして、夕方ちょっと、あの、遊んでました、あの、ラマヌジャンのタクシーツ、タクシーナンバーですね。えーと、この問題を知ったの、ホフスタッタのゲーデルエッシャーバッハですね。えー、と、あの、詳しい説明はですね、あの、 いつもお世話になってますあのこの先生の説明がとてもわかりやすいのであのご興味ありましたらリンク先貼っておきます、えー。見てください。非常に面白いんです。で、あの、えー、っと、はしょって説明しますと、えー、っと、1729という数字がとても興味深いと。これは、あの、2つの整数、その、 2つの整数の3乗、三乗の和ですね。えー、で表せる数で、2通りで表せる数の一番小さいやつ、えー、これが1729だっていうんですね、えー。で、これを計算するのに、あの今日、えーと、ライブラリーのドキュメントとか整備してたんですよ。前、M ・ヒロイさんに、えー、の使わせていただいている、えー、とコンビネーション。 えー、それからリストのライブラリーなんですけどもこの2つを使うとタクシーナンバーってあ簡単にできちゃうかななんて思ってやったのがこれなんです。えっ、ー、とパーミューテーションでえっ、ー、とですね第1引数にその、えー、リストを与えるんですねその、えー、順列順列の。でそれを何個選んでくるのか,から言おうと、えー、これはこのケースだと1から12。 までをこう生成するやつなんですけれども、えっ、ー、と、イオタ1から12ってやると、えー、1から12までのあリストが、えー、生成されています。で、こいつをパーミューテーションに与えると、で、タクシーナンバーという関数は、その、えー、と与えられた順列の各要素を取り出してきて、で、その 二、えー、乗3乗の和をそれぞれ計算してイコールになるかどうか調べてイコールの時には、えー、表示するよというものです、えー、ちょっっとやってみます。これをこうやってやると。 えー、ということで、えーとまあ、あの順列になってるもんですんで順番があの違うだけで、えー、実際の組み合わせは1つしかないんです。えー、とここにありますように、えー、9の3乗プラス10の3乗と1の3乗プラス12の3乗の2通りに表せる最小のものってことがここで分かるわけですね。ここはイオタを11にすると えー、2になりますってことはこの範囲の順列の中にはその解は存在しないってわけで、えー、13にするとあもうちょっと大きくするとね出てくるもっと大きなやつも出てくるんですインタープリターなんで計算取るんですけどあっセグフォーフを起こしてるねだいだえっと結構計算量あるみたいで えとまあそんなことでですねちょっとお遊びで、えー、やったんですけどもねこっちは完全にセグファーなんですよあの読み、えー、の,のり先生のね話の後半に出てくんですけどももっと一般化して、えー、と N 通りに表せるあのこの場合はタクシーナンバーの、えー、2通りに表せる最初のものなんですけども、えー、3通りに表せれる え最小のものっていうのとか4通りに合わせる最小のものとかっていうのもあるんですって、えー、でそれもちょっと面白いなと思ってやってみて3通り合わせるものを同じ要領でえと6つ順列組み合わせの中で6つ選んできてでその3乗の和をえ足して3つ比較して同じになったらばそれがその 3と三等に合わせる最小の数ということになるはずですからやってみると <laughs> もうこのさっきのあれですよ2通りのでもちょっと大きくするとアウトになるので <laughs> えっとあのー、この辺が限界なのかなちょっとやってみますえー、とタっとうんと私 えっ、ーえー、と、タクシーナンバーのこの3通りに合わせるものなんてのをやろうものなら <laughs> アウトなんですね。6つ順列組み合わせにしちゃってるから、このぐらいまでだったらやってくれるのかな答えはないはずです、この範囲内には。いや、<laughs> コンパイルしならダメだったかな。 あないんで、すねでこれを100なんかにし,しようものなら、あれ、なんとか頑張ってくれてるあ、いけるかなあ、でもなんか時間かかりそうですね。<laughs> えー、かなり大きな数になるみたいです。えー、読みのり先生のところに出てきますんで、えー、こんなして、あの、ちょっと遊んでおりました。 お、インタープリート落ちねえな。大丈夫かないけるなんか割ともないんで、<laughs> 強制終了させますが。えー、こんなことで、あの、エグザンプルのところにタクシーということで入れときましたんで、えっ、ー、と、えー、遊んでみてください。あとは、呼び乗り先生のがとても面白いんで、あのリンク先貼っときますんで、こちらもぜひあのご覧ください。とても面白いです。はい、そういうことで、ちょっと遊んでおりました。それじゃあ。